今日は貴重な時間をいただいてありがとうございました。先ほど岩井さんご自身が大変戦争のことを話してた時に最も思い残す戦争というとおっしゃってたじゃないですか。でもし岩井さんご自身がその特攻隊もしくは戦争を行うことについて名誉あるものとかそういった素晴らしいものだと思っていたとしたら持っていたらその若い時に持っていたら今どのように岩井さんご自身の心境が太平洋戦争の時に最も思い残す戦争とおっしゃっていたんですけどもし愛国心を持ってそれに対して臨んでいたら今のだとすいません申し訳ございません岩井さんご自身が太平洋戦争に対してとか戦争に対して特攻隊自身に名誉あるものと思ってそれに対して臨んでいたとしたらどのように今変わっているのかなと思って本体ですけどであと今の私たち若い者が日本に対して批判を持ってたりとかするじゃないですか。でそれがもしみんなが愛国心を持って日本に対してもし全てに対して触れていたらどのように今後変わっていくのかなってということを聞きたいんですけども。ねちょっと難しいご質問ですけれども私はね別にそのすでにね申しましたように、当時の体制に対してはですねかなり批判的だったんですよ私は、だけどももしそうではなくて批判的でなくて、狂信的なね軍国主義者愛国主義者だったらどうなったかだけど私そうではなかったんでねそれがどうなったかちょっとお答えは難しい変異ですね、ただ私はね、この愛国心ということはね、決してね否定しません。このね自分の国を愛するということはね自分が自分を愛するのと、同じようなもので、ものですからね。ただその愛国心というのはね他国を侵略したりなんかするというねそういうことになったらこれはねこれはそういうものは否定します。それは決してね愛国心のこのが必然的にそうなるものではないと思いますね私は、侵略主義がねが愛国心ではないと思います私は自分の国を愛するということはこれはね私の国を愛するんですよ。ですから私はね自分の国 が犯した罪をねをちゃんとこの認めないこういうことはね非常に恥ずかしいそういう国でやってもらいたくないと私は思うんです。これは私の愛国心だと思いますね。ですから、ね、この愛国心というのはね必ずしもね否定すべきものではないと思いますよ私は。例えばね日本が中国を侵略した中国の民衆がこれに対してねで反対して日本軍と戦ったこれがね中国人 の愛国心の表れでこれは僕はね尊敬する尊敬します。だからフランスやイタリアがナチに侵略された時にレジスタンスというのをやりましたね。これもね
フランス人やイタリア人のこれは愛国心 がそうさせたんだと思います。これは私はね尊いことだと思うんですよ。ですけれどもこのね日本がやったねあった侵略戦争これをねをこの支持しなければ、まあ、これは愛国的ではないなんていうことは私は考えません。まあ、そういうような意味でこの愛国心という、いうことをね お理解していただきたいと思います。The question is a little difficult to answer because the question was if you had at that time, if Mr. Yuai had thought that the war was a patriotic heroic act, how would that have changed you now or something like that? So the answer was, but I was not, I did not think that the war was a heroic thing. I was critical, so I can't really say. But I would never deny patriotism itself. Patriotism itself is a good thing. It's like proper, healthy love for yourself. What I do object to is the invasion of other countries based on so-called patriotism. This would not be real patriotism. The love for example, examples of real patriotism would be when China was invaded and they rose up to defend themselves. Another example would be France in its resistance against the Nazis. This is patriotism. It is not real patriotism to be told to go out and invade another country and to fight. あまり怖がってなかったりしてたんですか？特攻隊の中で私が今話したようなことを話し合っていたかというおっしゃるんですね。悲しがってた、なんか悲しがってた人とかいました？怖がったり何かしてる人がいたかっていうんですね。そういう、まあ、内心は怖がったって言っていたと思います。だけど私自身はやっぱり怖かったですよ。ですけれどもそういう態度はね見せることができなかったです ね、まあ、平気なようなふりをしていました、ね、もうそれが正直なところだと思いますね。The question was, were there people among your fellow soldiers who showed any fear or sadness or were they disturbed by having to do what they did? And in the Tokpo. And the answer was, they did. In fact, I felt very much afraid. But no one could show it. Everyone put on this brave front and didn't show it.